いいでしょ、いいよね、水色がいいんだよね。でもなんか京都タワーね、実際一回作ったことがあって、はい、3D で、はい、でもなんかやっぱちょっといまいちというか、なんかそういうことじゃないなって。でなんか別にもう少しこう気軽に作ってるというか、なんか個人的に楽しんでるレベルでやったから、あんまり重い意味もないです、うん、作りたかったから作っちゃったっていう、もう少し そういう心を大切にしようかなと思って、なんかいろいろなんでこういう形にしたかっていうとみたいなのを、なんかあんまり僕は喋るのも苦手だし、そういうのを言っちゃうとつまんないし、もう少し子供心のままなんかタワーが好きだし作ってみようと思って、もう本当にシンプルに作っただけで、かっこいい、わあかっこいい、いい、綺麗。こんにちは、うん、今日誰もまだ出社してない感じですよね。今日多分斉藤が来るだけかな、ね、よく言われるのはその家族みたいな感じって言われるのは、でもスタートが家族だったからっていうのはあると思うんだけど、私もどこかなんかファミリーだな、オールライトファミリーって呼んでるんだけど、それはなんかこのオールライトを卒業した人ともつながりがあって、一緒に仕事したりとか、まあ、遊びに行ったりとかね、あのやり取りを今でもできるから、なんか本当にファミリー、2つ目のファミリーっていう感じかな。でゆいさんのやつはめちゃめちゃそれがやり、うん、もう普通にやってればいいと思うんだよね。これをどこに置くかでも変わんじゃない。本当のファミリーよりも共にする時間が長いから、もうどっちかっていうと、もう割と私も本音で話すし、まあ、みんなもそれなりに一生懸命話してくれたり、今の状況を出してくれるので、だからやっぱどうしてもなんかファミリーみたいになるかな。楽しい？まだ楽しくない。まだ楽しくない。あれ、これ最初何ミリリットルですか？360か。はい、いいです、はい、はー、できたこんにちは。すみません。ゆいさんはその小さい時からちょっと独立心があるというか、独特でもう自分の考えをしっかり持ってるイメージがあったかな。で、まあ、見た目が可愛らしいので、もうみんなに可愛がられてて、まあ、末っ子だしね。すごい。でもやっぱ重いね、先端に重いのがする。もともとは私はデザイナーとして社会に出て、パッケージデザイナーをやってたんですけど、その後すぐに父親が倒れて、父親もデザインをやっていて、ゆいさんは違うところに勤めていて、父親が倒れたので3人でやれる機会ももうなかなかないから、集合してやろうって始めた時に、私は自分のデザインの能力のなさにものすごく気づいて、一回挫折してるんですよね。何ができるかなって考えた時に、私はその仕事をうまく回す力がどうもありそうだなと思って、まあ、全体のコミュニケーションだったりとか、段取りをしたりとか、体制を整えたりっていうこともデザインの一つじゃないかしらと思って、まあ、やっぱデザインに携わってるのでデザインコーディネーターっていう風に名乗るようになりました。大変だった、うん、大変だった。だってもう若いし、コネもないし、つてもないし、なんか仕事がなくて、何でもやった。もうどんな小さい仕事も 150% ぐらいで 全力以上でやってみたいな。でなんか Mac も1個しかなくて、私が使ってた Mac をそのまま使ってたから、交代で疲れたら交代で片方寝てみたいな。で最初は私もデザインをやっていて何でもやってたから、でもだんだんやっぱりもうゆいさんとか父親の感性にちょっとついていけなくなったっていう、ついていけないっていうよりはもう任せた方がいいなと思って、まあ、できることはやってたけど、徐々に役割が決まっていった感じかな。
そもそも MDN っていうあのデザイナーのこう仕事を紹介する雑誌があったんですけど、それをもうあのずいぶん前から見ていて、そこに載ってた写真にゆいさんとまえさんが両サイドにいて、真ん中にお父さんがいて、なんか不思議な構成で仕事してるご家族だなって思って見ていて、それなのに作品が1個しか載ってなかったんですよ。劇団ブギウギの海賊のやつかな。で、ね、なんだこれってずっと思ってて、どこかで気になってたんですけど、それでたまたま自分がこうバイトしてる時にどこか模擬者受けて、それでダメだったらデザイナー辞めようかなって思った時にタイミングよく求人を見つけたので、それでちょっと受けてみたいなと思って。オールライトさんの魅力っていう質問されると、なんか一人一人の人間かなって、人間味あふれる人たちの集まりというか、うん、でなんかオールライトっていうグラフィックデザインをする会社として見ると、普通はそのオールライトが生み出すこういうデザインがとかっていう風に目が行きやすいかもしれないけど、僕はどちらかというとこれが生み出される前のクライアントとの関係性の作り方だとか、あと日々の働き方とか日々の生活の仕方とか、例えば僕らとの関係性の築き方とか、もっと言うと自分たちの生き方とか、そこをすごく大切にしている人たちっていう、なんかそういう意味でなんかすごいざっくりだけど人間味あふれるというか、人間的魅力がある会社というか。就是高老师最怎么说最受到关注的就是他那一个时期的视觉，但是其实他完全不是说只做那样视觉的人，就不管是前段时间一日一花也好，还是现在的一些新的一些东西也好，他其实是在一直在不断的做新的尝试，他完全没有说拘泥于自己的某一个时期的视觉语言，我觉得这个是我可能受到的一些最大的影响。性格上没有什么区别，还是这么的亚萨西。在对待设计这件事情上，可能对一开始自己对这个设计师的风格也好，对他设计的语言也好，会有一点点的改变，就是一开始会觉得哦，他是玩这种大开大放的这种感觉，但是意外的他很仔细很仔细的那么一个人。在作品上面有一个小小的小瑕疵，他也能给你发现出来，每次就是啊又被他发现了的这种感觉。印象最深的一次就是野餐艺术节，那个苹果上面有一条小虫，然后我就自己坐着玩，把他的眼睛是做成一直盯着镜头的，但是我没有告诉他，也没有告诉任何人，我就把图发给他了，结果后来他就跑过来，他就跟我说，哎，那个眼睛是会跟着镜头动的。然后这个事情其实其他人也有看，但是没有人发现，只有他一个人发现，就是他必须把那个 GIF 图或者是 MP4 的这个格式一帧一帧的看，才能发现这个事情，因为他动得很快嘛，所以我就觉得哇，这个人有点哑巴。それはもうすでに自分はこんな感じが好きだから、このペンを使ってもまだそういうスタイルというか作りたいものがあって、それがペンができてきたら使っていく。そうですね、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。可能性がまだまだやっぱりあるなっていうふうに、ね、ありがとうございます。ゼミナールはもうその先生、ゼミナールを開講した先生のもう趣味趣向で、もちろん学生のためになるようなことをやるっていうのは、まあ、絶対だとは思うんですけれど、割ともう、自由に、その先生らしさを、まあ、学ぶ、見て学ぶ、まあ、ワークショップだったり体験したり一緒にこう会話したりとかすることで学ぶっていうようなのが東京造形大学の、まあ、やり方なので、すごくハマったなっていうふうには思っていて。あ、お疲れ様、おめでとうございます、ノミネート。もうすごい熱烈な文章書いたのに。あ、そうですね、悔しいわ。じゃあ一回耐えたってね、回して、こんなもんか。
やさぐれてやさぐれてる。いや僕の中ではちゃんと造形賞ですから、はい、大丈夫です。全然就一开始他会问我们想干嘛，然后会让我们自己想说有什么想做的，然后就问大家。然后我们当时 Zemi 一开始大家其实也没有怎么说，然后他就说那就来玩 Uno 吧。Zemi 还会做一些其他的，就是他之前每年都会做过的那些，就是比如说那个 Baby Stanami 来拼字，然后比如说切报纸，切报纸，切报纸是贴棒。有一天突然他让我们就是带筷子去这面，然后那时候也不知道要干嘛，然后就带去了。然后他带了那个 Posca 的那个笔，他就让我们自己把那个筷子切成各种各样的大小的一段一段的，然后在上面涂自己随便想涂什么颜色。然后最后我们把大家全部切好的这个东西收集起来，然后随便粘，把它粘成了一个建筑一样的东西。就是他们不要让我们，说是禁锢在所谓的平面设计这一个概念里边。就是他也不是说，非要说是让我们都去能够做像做客户的东西的那种平面设计，他更多的是希望我们能够有自己的独自的一些创作的东西，这是他更希望的。で何をこう受け取るかどうかも別に委ねようかなっていうふうには思っていて。なんか文字作ってつまんないって思ったらつまんないで僕は正解だと思うし、僕は楽しいと思えることをもちろんみんなにやらせてるつもりだけれど、まあ楽しくないことももちろん人それぞれだから、なんで新聞をトリミングするかっていうと、それだけやって終わりじゃなくって、それだと本当にお遊びになっちゃうので、ちゃんと説明はしてやってます。最初に思いついたのはもう忘れちゃったんだけれど、スポーツ新聞ってやっぱりかなり日本の文化で特殊な存在というか、あんまり美しくない、ちょっと汚らわしいものっていうのも印象もあったりして、でスポーツっていい部分ももちろんあるし、なんかスポーツ騒いでるのも嫌な部分があったり、でおじさんが読むものっていう印象もあるから、でもなんだろう、あの文字のこう扱い方だったりとか、よく見ると結構実験的というか、僕たちがやらないような手法でやってたりとかするし、なんか面白いんだけどな、あれ何かできないかなっていう時に思いついた、なんで思いついたのか分かんないんだけど、部分的にだったら許せるのかな、色も華やかで綺麗だから、色のこうぶつかり合いが起きてるのを見るのが結構好きなので、学生たちにもやらせたら、なるほどそういうところを切り取るのかっていうような、逆に学びがあったりとかして、個性が何やっても個性が出ちゃうんだなっていうのにも気づけて、なんか そいつっぽいというか、その子っぽい、あとスピードとかもそうで、すんごい時間かけて少ない子もいれば、もうちゃっちゃかちゃっちゃか大量に作っていく子もいるし、判断力の速さだったりとか、それぞれがそれぞれらしくやっていくのが一番いいんだなっていうのを逆にこうゼミを通して学んでいますね。はい。これが邪魔だね。ちゃんと取れない。これいい。なかなかいい。急がないと。よいしょ。ね、俺場所がなかなか覚えられないんだよ。多分こっち。どこだっけな。多分合ってる。ここの教室だと思われる。ここな気がする。あ、合ってるかな。こんにちは。こんにちは。下みたいなちょっとかっこいいやつはちょっと少ない感じの。ここでの文様の要素も似てみたくて、鹿の角の形の作り方とかすごく上手だし、うん、美しい造形の導き方なのでたくさん見たいです。その紙のことを思う気持ちがなんか絵にも派生してくるような気がして、きっと有効なんじゃないかなっていうふうには。個人的には思う
部分があるので、そこをなんか大切にしていただけると、このポスターにしたっていう気持ちはなんか温めて次につなげていってほしいなっていうふうには思いました、ね、こうやってやろうと思ったらできちゃうっていうこと自体がそもそもすごいなっていうふうには思うので、それはもうどんどん手出して、ね、やってみたらいいと思いますので、いいチャレンジだったんじゃないでしょうか。自分を理解してすごく有効に使ってるのもお見事っていう感じなのでそれはそう、そういうのとか、そう俺は絶対できないから、それを できたできたそっか、できるのか、ちょっと自信が持てましたというか、なんかそういうのも利用しているというか、分かってるっていうのは素晴らしいことだと思うので、どんどん生かしていっていただければいいと思います。そんなところでしょうか。ありがとうございました。昔はだからその分かりやすいデザインをしなくちゃいけないんだなって思う、昔っていうか、ちょっと待ってね、順序立てて言うと、なんだろうな、スタイルが欲しかったの、なかったから見つけられなくって、で本当にそのパロディがすごい上手というか、何々っぽく作るみたいなのが自分がは上手なんだなっていうのを知っていて、なんか特徴をつかむのが上手というか、モノマネの番組見るのもすごい好きで、明らかに違うんだけどその人っぽいって特徴をつかむってすごいことだなと思って、それで関心があってよく見たし、あと似顔絵もすごい好きで、似てるってすごいなと思って、写真じゃないのに本人よりも本人に似てるっていうか写真よりも似てるみたいな、その感覚がすごく昔から小さい頃からあって、見るのも好きだったし、それがなんか僕の実は特徴、本当は特徴なんだと思う。でもグラフィックデザインでそれをやじゃ あの仕事をしていくときに、モノマネしかできないっていうことに気がついて、うまいんだけどモノマネ、その劇団の仕事とかまさに何々、その沖縄の泡盛のラベルっぽくとか、海賊のなんか昔の銅版画っぽくみたいなの、コンピューターゲームっぽくみたいなのを作るのすごいうまくできるんだけれども、僕が何なのかというか、まあ、いろんなね、IKKOさんもそうだし先人たちのらしさっていう、羨ましいなっていうふうに、僕にはあんまりないなっていうふうに思っていて、すごく悩んでいたというか、まあ、ほったらかしていたというか時期があって、ちょっと仕掛け始めたのが、そのまあよくいろいろ取材を受けて言っている、その街中のグラフィックを 見たりとかし、そっちに注目するようになってから、その感じいいよな、なんかなんだろう、個人的なデザインというか、街の人のデザインっていいなっていう風に思い始めて、デザインをすごい見すぎちゃって、そしたらすごく気が楽になったし、意外とすごい攻めてることを、僕たちから見ると攻めたやり方をしてる人もいたりとかして、そっちがめちゃくちゃ面白いなと思って、看板とかもそうだし、街中の看板もそうだし、街のメニューとかもそうだし、その中に希望を感じてしまって、それで2010何年かな、2012、3、4あたりでちょっとその色面を使っあえて使ったりとか、文字をこうかなり、無理に詰めてみたりとかっていうのを、あとは紙に対して結構ギリギリに断裁されるかされないかみたいなところに置いてみたりとかして、まあ際どいようなことを、我々業界から見たら際どいっていうようなことだけだとは思うんだけれども、それをやり始めたのがその2010数年の時で、でいろはフェスタっていうのを当時やっていて、印刷をこう普及させるために金曜社と組んでやってたイベントがあって、それは割と自主的に
やるものだったから、クライアントワークっていうよりか、まあ、身内でやるイベントだったからちょっと出せるなっていうふうに思って、それで色面を使ってみたりとかして、固まっちゃってたから色の考え方が、意外な色のを持ってきたりとかっていうのを、まあ、そういうのもそのイロハフェスタに合わせてちょっとやってみたりとかして、徐々に恐る恐る実験をし始めたのがその頃かな。もう一回やろう。ちゃんとこう自己紹介をしながら入っていきます。いつも河合神社ご自由にお参りください。女性の守護、一番いいですね。で、僕は自然とか動物がすごい好きだからもう少し東京から離れたいなっていうのはにわかに思っているところではありますけれど、初めてここは実際今じゃあ なんか具体的に動いてるかっていうとそこまでは動けてないかな。情けないんですけれど、鴨の町名すごい貸し切りだね。いい少ない方がいいんだからね。ほんと そこにもいるね。ね、あそこの石の色が変わってたりとか面白いね。白いルールがあるんだね。結構ね、お参りして終わりじゃなくて河原見たりとか、結構ね隠されているメッセージ見るの好き作りを見るのが好きです。ね、ああいうところの蝶々かな、ああいう文様とかも見ちゃう。でも非常に質素でやっぱいいですね。心穏やかに暮らしたいですね。まあ、僕は京都やっぱり好きだから、京都にその拠点を持つにはどうしたらいいかな、月々少し売り上げを上げなくちゃいけないなとか京都でなんか定期的な仕事が見つかったらいけるかもなとか。こういうその日本特有のこういうのもすごい好き。神聖なところにその折り紙、紙を折ったものが、ね、存在してるからさ、で実際に人の形してるのもあったりとかして、日本らしくて好きですあれも。でもそれもやっぱりにわかなんだよねお邪魔しました。すごい。でもご本殿は奥の方に。ここは自転車通っていいんだ、いいね。あと植物もやっぱり好きだしさ、神社の木々を見るのもかなりメインかもしれない。そういうの見たいし、神社の木ってさすごい個性的というか妙なうねり方してたりとか、すごい妙な苔の生え方してたりとか、寿命も長いからか手入れね、みんな切ったりとか当然神聖な場所だからしないからさ、まあ念が入るのかな、すごい複雑に曲がってる木とかもあって面白いんだよね。なんか神社のそういう空間が好きっていうか、
緑がいっぱいあって、なんか大切にされてる空間が好きというか、まあ大切にされてるのかそのままにしてるのか何とも言えないんだけど、これなかったらつまんないもんね。木々がないと、自然がないとつまんないから。立派な建物だけじゃなくて、それが自然の中にあるのがやっぱいいよね。で、赤いじゃん、朱色を使うじゃん、で他緑だったりとかするからさ、やっぱその色も含めてだけれどいいよね。その響き合ってる関係性みたいなのがやっぱ好きなんだろうね。うん、ああいいな、なんか遠くて当たるな、うん、いいよね女性主語いいですね。で、うちの父親もその父親の、お母さん母がとにかく女性を大切にしなさいっていう風に育てられた父親だから、それもやっぱりちょこちょこ言われたよ、女性を大切にしなさいっていうのは。だからデザインとかでもさ、まだまだ女性が活躍できていないのはまだまだなんかいろんな制約なのか日本のルール、その子育てもそうだけれども、いろんな問題がまだまだあるんだろうなっていうのは感じますね。遅い、遅れてる、もう少し生活を大切にしないと、日常の生活をね大切にしたいですね。季節感じたいし、なんかね、やっぱゆいさんゆいさん世界がしっかりあって、それは小さい時からそんなイメージがあって、ちゃんと自分をね守ってるしっかり守っている。この多分ね、彼は自分が傷つきやすい繊細だからって言うかもしれないんだけど、まあ、それもそうかもしれないんだけど、やっぱ自分の美しい世界があるの、ゆいさんの。だからそこを絶対に侵されないように優しいフィールドを張ってるのよね。でももう決して入らないようにすごく細心の注意を払ってると思う。だからそれがあるから多分ああいうそのデザインというか形を生み出す力があるのかもしれないね。決してその兄弟ですらちょっと入れないラインがあるように私は感じていて、それは決しても侵さないようにしてるし、守られてるから彼の世界があってこうみんなに提供されてるんだと思うんだけど、そこはねすごく気をつけてると思う彼も。その感受性が強いのでちょっとのことで傷ついちゃうの分かってるから、あんまりその争いの場に絶対行かないし、そういう直感はすごい鋭い、戦う場所に絶対に行かない。2017年かな、たったでも4年前の話だけどもね、うん、当たり前になる前が一番面白い時だけど、その期間があまりにも短すぎるよね。情報の伝播力が早すぎるからすぐ浸透して、タピオカなんかもそうだけどすぐ飽きられてっていう、そのサイクルが短すぎて浸ってる時間もないから、それはちょっと いかんともしがたい。だからこそなんかその強固なデザインを作んなくちゃいけないなって改めて思うけれどね。僕の場合は動画とかさ、ムービーとか作れないからさ、1枚のと静止画として耐えられるというか、長く付き合えるビジュアルを作らなくちゃっていうのは、それはまあずっと変わってはいないんだけれども、結局グラフィックデザインってそういうもんだと思っちゃってるから、すぐキャッチしてすぐ形にしてとどめておきたいっていうのは、まさによく気づいてくれたというか、それはすごく大切にしてるかな。だからいつもそのコンセプトとかより先に形が出ちゃうのは、なんかいいなとか、なんか妙だなみたいなのを、まあ、アンテナ張ってるし、そういう自分の心にアンテナ張ってるし、あ、今動いたな心がっていうのは、それでまず早速形にしてみて、あ、そうでもないななのか、すごくいいななのか、とにかくまず表出してみる。
自分の外に出力してみるっていうことをずっとやってるかな。それが意外とやっぱり訳がわからないもので、やっぱわからないものってちょっと眺めておきたいというか、今日撮ったら見えます。いい感じです。あれもなんかやっぱ謎が多いというか。日本でも馴染みのある言葉だし、あの車バックするときにさ、オーライオーライオーライって言うじゃんっていうのもあって、全員知ってる言葉だし、いい響きだったんだよね。重くなくて軽い感じもあって、なんか突然降りてきた言葉だったんだよね。名前ってね、やっぱ影響するから、いい名前つけたなって思うよ。なんでもオールライトですよ、大丈夫。